どうものぶなこの手です。一体何を言ってるのかさっぱりわからないその手だよ。ノップ語ですよ、ノップ、わかったからやめろ。ということで今回はノップを使ってみました。そういえば前のアップデートで強化入ったんだっけか。そうですね、アーツの NP 獲得量が上がってホールが打ちやすくなりましたね。実はアップデート前からちょくちょく使ってたので、違いは結構大きいと思います。試合行くか。はい、ということで編成を見ていきましょう。ノップはアーツが特に強いと思ってるのでアーツ7枚入れてます。あとかけら0層を積んでますね。HP も確保できるし腰出しも補えるしな。モーションは試合で解説するとして、やっぱり1枚は回避積んでおきたいということで3番手宮ですね。自衛とかで近接振るときに必要だもんな。ということで試合に入っていきましょう。我が前に立つ者、そのことごとく打ち滅ぼさい。さて試合開始。ノップは2スキに神聖特攻あるので BB 狙っていきたいですが、多分プーサーが特攻持ってるし見るだろうな。まあカーミラさん見ることになりそうですね。1スキは全体に MP 獲得量アップと鉄壁前に使っておきたいところ。3スキはクリティカル威力とスター集中なので星溜まった時に使ってもいい感じですかね。さて、少し2発で BB に当てたいところですが柱が邪魔してしまう。スタンはお味方が吹き飛ばしたからスカペだな。ということでここからカーミラさんにしていきますが、無敵で止めるんじゃねえぞ状態。ここは近接で抑えた方が早そうですね。途中でカット入るが、相手が壁際でまた待ってくれました。こうなってガードできない状態だとフルボッコだな。美味しいところをもらって一撃撃破。よし、毎水有利だな。ここでガードバーストされるが、そこを味方が撃破する。あと LP 溜まりました。アーツぐんぐん振り回してましたが、アップデート前だと溜まってなかった感覚ですね。ホールの範囲は扇状で当てやすい部類だな。その代わり壁貫通しませんが、ここで近接きますが、枚数有利を生かしてジャッジが獲得してくれる。まだ相手つけないのでついでに攻撃。ここで丸太さんにホール入れたかったですが、旅集中だな。まあちょうど良かったのでそのまま打ちますか。完全世界に屍をさらすがよい。天魔強引、これが魔王の三段打ちじゃ。これで枚数有利確保。ホールの威力は1万1000と控えめだな。ここがノップの悩みどころなんですよね。アップデートで遭遇しやすくなりましたが肝心のホール威力をどう補っていくかですよね。ノップ自身がホール威力を上げるスキル持ってないしな。厳密には2スキの神聖特攻で上げれますが相手が限られますね。対策としては霊装で補うかサボホール威力アップを使うかの2つです。個人的にはアルテラとか良さそうですね。ノップが槍にやられた時にネタとして剣で有利取れるしな。まあネックなのがクイックが少なくなることですね。次の試合で話しますがアーツは非常に高速力が高いです。その代わりモーションが長いので横やりし放題なので相手に見られてる時はモーションが短いクイックでカットしていく感じですね。クイックが欲しくなる時があるってことだな。まあ使ってる歴が浅いので使い分けまだできてませんが、さて実況に戻っていくとただいまガッツがなかなか剥がれない。お味方ホールデオンを落とせば聖杯撃破ですね。あ、ラッキーマスコンで撃破だな。聖杯獲得しましたね。お味方の HP が気になるところですが、そろそろ NP 溜まりそうなのでホールで一気に決めたいですね。相手は必中か。お味方がホール溜まってますね。今攻撃してるアースは一発ごとに方向を変えてくれるため当てやすいです。結構引っ掛けてくれるよな。お味方がホール溜まってる時足止めに使えるところがいいですね。そしてここ狙えるかな。阻止されるが代わりにお味方がホール威力が枚数有利の時にやられると見せ場がなくなってしまいます。ジャック狙えばワンチャンあるぐらいか。決まってくれー。あ、完全世界に屍をさらすがよい。天魔強引、これが魔王の三段打ちじゃ。ホールの威力じゃない。ただでさえ低いホール威力がデバッかかって相性不利だもんな。まだだ、見せ場は終わらんぞ。ここを回避して、あ。縮小。ガードできたのにこれは完全に欲に目がくらんだな。しかし、セーフティー高くしといてよかった。まだ生きてる。お、ここのノックバックはかなりありがたい。お、チャンスか。くらいだったー。このクリティカルが気持ちええんじゃー。対戦、ありがとうございました。NP 連想なしでも宝具2発撃てましたね。まあ、2発目は普通に受けられたけどな。宝具威力上がる連想をつけるか考え中ですね。あとかけら連想の HP ステータス補正に助けられました。聖杯奪われそうなこともあったからな。危ない危ない。では次行きましょう。さて、対面を見ていきましょう。ノップとエミアがアルテラに相性有利ですね。あとバーサーカーはどこでも見れそうだな。個人的にはアルテラは相性有利かつ神聖なので特攻がぶっ刺さりますね。なので自分が見ていきたい。もしエミヤがアルテラ見る場合は他に神聖持ってる弾も見る感じだな。ただ打ち合いになった時は厳しそうですが、ノップの弾は結構負けるイメージあるからな。では始めていきましょう。我が前に立つ者、そのことごとく打ち滅ぼさい。さて試合開始。初手はアーツで相手を拘束していきたいですね。神聖速攻は接敵前に使う感じか。効果時間短いですからね。お、味方が押しに行ったな。そろそろ動きますか。まずはアーツで相手を拘束します。大切なのは先手で抑えること。拘束力が高いのを生かして相手を抑えれば、その間相手は動けないので横槍を入れられません。ここは一つリバフと神聖速攻を合わせてクリティカル。気持ちいい。さて話を戻すと先手に相手を拘束することでその間は自分の有利な相手を強制できるということになります。ガードしてたりすると他に横槍入れれないもんな。そうすることでお味方は横槍の心配が減っていきますね。他に今のように拘束してる間に宝具を打ってもらうといったこともサポートできますね。まあ今のはお味方がカット入れられたが、というように遠距離のアースの拘束力を生かした戦い方中心に自分は立ち回ってますね。味方の相性不利を抑えたり、抑えたい相手を抑えやすいのはいいな。そういえばクリティカルで火力を出したい時は、近接で攻撃するようにしてます。近づいて攻撃した方がクリティカルの確率上がるもんな。また、遠距離から火力を出したい時はバスターをおすすめします。割と火力出るもんな。そしてクイックは相手に見られてる時か、素早く攻撃を終わらせたい時に使えますね。アースは、拘束力は高いがノーガードで横槍の危険性が高いからな。さて、ここで神聖特攻で火力出して宝具狙います。お、決まったな。三千世界に屍を晒すがよい。天魔降臨！これが魔王の三段打ちだ！攻撃力アップも乗っていますが十分な火力を出してますね。そして、今逃げてますが足の速度はゆったりなどと同じ速度です。お、宝具決まったな。今みたいに相手を足止めしてお味方に宝具を打たす理想の展開に持っていけましたね。遠距離ではアース中心にサポートに回り、近距離でクリティカルを狙って火力を出す感じだな。近距離攻撃だと初手クイックが一番隙が少ないので、そちらを使うのがいいかと。さて枚数有利になっていく。ここは抑えてくれてるので離れましょう。深さを孤立できてるな。もう一人の相手を見ていくと、離れた位置にいますね。そろそろお相手がリスポーンしてくる頃だな。ホットガードバースト。HP 的には互角だな。深さがきついところですね。ここでバスター入るか。カット入るが無視相手を抑えられたな。お？ここでお味方が宝具を決めてゲームセット。対戦、ありがとうございました。結構アルテラへの火力出ましたね。神聖プラスクリティカルで結構火力出るもんな。他にもカエサルも神聖持ちなので狙ってみるといいかもしれませんね。今後セイバーの神聖が増えれば活躍も増えるかもな。全体を振り返ると今回は解説多めとなりました。まあ初めて動画で出すサーバントはそうなるな。ということで色々話しましたが、今回話したことは一個人の見解なので、自分が正しいと思ったことを信じるのが一番だぜ。他の戦い方もあるかもしれませんからね。さて、今回はここまで。最後までご視聴ありがとうございました。もしよければチャンネル登録してくれるとドレイク、伊蔵さん、アルテラの動画を出す予定なので見つけやすくなるぜ。高評価もしてくれると嬉しいです。では、次回の動画でお会いしましょう。